彼女の卒業式も無事に終わり、あとは留学の日を待つだけになった。彼女がアメリカへ旅立つのは1週間後。それまで僕も日本で一緒に過ごすことになった。宿泊先は仕方なく彼方の家。よう、お前俺んちのこと便利な宿か何かと勘違いしてねえか、なんて怒りながら言ってたけど、彼方は結局僕を止めてくれる。そんな彼方の素直になれない優しさが僕は好きだ。僕だって彼方の家になんか泊まりたくないよ。本当は彼女の家に泊まりたいのに。それだけはさせるかよ。タグ、これからいくらでも一緒にいられるんだから少しは我慢しろ。ふん、仕方ないな。タグ、お前ほんと相変わらずあいつに夢中なのな。初恋だからね。それに彼女は可愛くて優しくて、もう好きなところをあげたらキリがないよ。こんな僕の話を呆れながらも聞いてくれる彼方。鈴谷と彼方はずっと彼女のそばにいた幼馴染。彼らが守ってきた大事な女の子を僕はアメリカに連れ去ってしまう。そう思うと申し訳ない気持ちもあった。だけど鈴谷と彼方は僕を責めることもなく、彼女をよろしくとだけ言って笑った。おはよう、陽君。おはよう。今日も朝から君に会えて嬉しいな。朝起きて彼女と顔を合わせる。たったそれだけのことなのに嬉しくて自然と笑顔になってしまう。もう陽君はいつもそんなことを言うんだから。本心なんだから仕方がないよ。僕は君とこうしていられるだけで嬉しくなるし、幸せな気持ちになるんだ。それは私もだよ。真っ赤になりながらも本心を伝えてくれる彼女が愛おしくて、そっとおでこにキスをする。ようくん、これはおはようのキスの代わり。それともおでこじゃない方が良かった？そういうことじゃなくて、でもそれじゃあご要望にお答えして。柔らかい唇に触れる。今日の朝はミルクを飲んだのかな。少しだけミルクの味、あの時のキスを思い出させる。彼女は眠っていたから知らないキス、僕だけしか知らないキスの記憶は僕を温かい気持ちにさせてくれる。もう陽君はこれからはずっと一緒にいられるんだ。今までできなかった分たくさんキスをしようね。彼女は少し困った顔をしてからコクンとうなずいた。彼女は本当に僕を幸せにするのが上手だ。だから僕も彼女をもっと幸せにしたい。僕だけが幸せにしてもらうだけじゃ嫌だから、一緒にいるんだから一緒に幸せになりたい。幸せを分かち合いたい、彼女と二人で。今日の君は素直だね。陽君のバカ。かわいい。もういつまでも君とこうしていたいけど、このままだと買い物する時間なくなっちゃうね。そろそろ行こうか。うん、陽君、私の買い物なのに付き合ってくれてありがとう。君が渡米するための準備だから僕も手伝いたいんだ。だから君は気にしないで。ありがとう。それにあっちのことは僕の方が詳しいし、少しは力になれると思うんだ。うん、陽君が一緒に準備してくれるから心強いよ。君にそう言ってもらえると僕も嬉しい。それじゃあ行こうか。はい。僕が手を差し出すと彼女の手がゆっくり重なる。そのぬくもりをぎゅっと手のひらに閉じ込めて僕は歩き出した。買い物が終わった後、僕たちはゆっくり
彼女が生まれ育った場所を散歩していた。ここで、この町で、君やスズエやカナタは育ってきたんだね。うん、そうだよ。私はこの町が大好きなんだ。彼女が愛している風景を、僕も記憶の中に収める。この町で、彼女は生まれ、育った。そう思うと、頬を撫でる風、緑の匂い、雲間から差し込む太陽、静かな住人たちの声、そのどれをも愛おしく感じる。ヨウ君、どうしたの？僕が黙ってそれらを感じてると、彼女が心配そうに顔を覗き込んできた。君を形作ったこの街に感謝してるとこ。心配かけちゃってごめんね。ううん、そう言ってくれると嬉しい。ヨウ君にも好きになってもらえるといいな。君がこの街を大好きなら、僕もこの街が大好きになりそうだよ。大好きな人が私の好きな街を好きになってくれて嬉しいな。君が育った場所を僕が好きにならないわけないよ。でも、でも今ここを君と歩いていると幼い頃の君に会いたくなる。幼い頃に私たちは出会ってるよ。そうじゃなくて、僕もここで君と一緒に育ちたかったなってこと。僕たちの出会いの形が違ったら、そうしたらもっと長い時間彼女といられたんじゃないか。そんなことを考えて少し寂しくなる。私は今のままでいいな。その言葉に少し傷つく僕。それって僕と一緒に育ちたくなかったってことかな。違うの。そうじゃなくてね。僕の動揺が顔に出てきたのか、彼女は慌てて僕の言葉を否定する。ヨウ君と一緒に育ちたくなかったとかじゃなくて、そのうまく言えないんだけど、今のままでよかったと思うの。私は私で、ヨウ君はヨウ君で、お互い別々の場所で生まれて育ったからこそ、私たちは出会って恋をしたんだと思うのね。ヨウ君が今まで育って、感じて考えて行動して、そういうのを積み重ねてきたヨウ君を、私は好きになったんだと思うの。それに、これからずっと一緒にいられるんだから、ないものねだりはしたくないよ。そう言って彼女は、ふわっと笑った。僕の大好きな笑顔。そうだね。その通りだ。僕が望んだものは、絶対に手に入ることはない過去。僕と彼女は、別々の場所で生まれて育ち、出会って、恋をして、思いを伝えて、今一緒にいる。彼女と付き合い出してから、いろんな彼女を僕は見てきた。そのどれもが愛おしくて、僕はますます彼女を愛してしまうんだ。ここで生まれ育って、様々な経験をして、僕と出会った彼女だからこそ、僕は好きになった。そうだね。僕たちは、出会って恋をするために、別々の場所で生まれ育ったんだね。うん、きっとそうだよ。それに君の言う通り、これからはずっと一緒にいられる。僕はね、今すごく幸せなんだ。私もだよ。柔らかい唇に触れる。そっと彼女の唇にキスをすると、彼女は顔を真っ赤に染めた。もうすぐ彼女は、慣れない外国で新生活を始める。きっと、新しい環境に対する不安もあると思う。日本にいた方が気楽な生活を送れるのに、僕と一緒にいることを選んでくれた彼女。今僕の手の中にある小さなぬくもりを、僕は絶対に離したりはしない。手を離してしまったとしても、必ず探して、もう一度繋ぐよ。
彼女の手以外に僕がつなぎたい手はないのだから。もうすぐ日が暮れちゃうね。そろそろ帰ろうか。うん、そうだね。彼女が育った町の空気を全身で感じながら、僕は彼女の手のぬくもりを感じていた。おやすみ。また明日。夜はギリギリまで彼女と一緒にいる。あと一週間もしたら毎日一緒にいられるってことは分かってる。それでも今こうして一緒にいられるのが幸せなんだ。もちろん彼女にも家族があるから、僕のためだけに時間を使わせるわけにはいかない。男同士の友情を深めるいい機会だろ。彼女と別れた後、今度は鈴谷と彼方の三人で遅くまで話した。離れてからこっちでどんなことがあったのか、向こうの生活はこっちとどう違うのか、去年のクリスマスの話をすると二人はのろけは飽きたと鬱陶しがった。だけどそんな二人を見るのも楽しい。互いに話は尽きなくて、気がついたら夜明け前になっていた。なんだか先月学園にいた頃に戻ったみたいで、僕は毎日がもっと長ければいいと思った。でも楽しい時間は決して長く続かない。あっという間に日本での一週間は過ぎていった。君の荷物、これで全部？うん、あとは自分で持つから大丈夫だよ。彼女は小さなバッグを肩にかけて大きくうなずいた。それを確認してから僕はカウンターに荷物を預ける。とうとう行っちまうんだな。なんか信じらんねえ。お前と一緒にいられなくなっちまうことが。彼方。ああ、俺たちはずっと一緒だったからな。だけど仕方ないよ。俺たちはもうそれぞれの道を歩き始めたんだ。鈴谷。鈴谷と彼方は目を細めて彼女を見つめている。彼女は少し困った顔をしてうつむいた。今までずっと一緒に育ってきた幼なじみ三人、でも今日から彼女は彼らとは違う場所で別の道を歩く。二人とも元気でね。それはお前もだろ。腹出して寝るなよ。何それ、私そんなことしないよ。彼方こそ気をつけなよ。彼方の冗談に笑う彼女、その瞳が涙で光った。お前のペースで頑張ってこい。帰りたくなったら俺たちがいつでも迎えてあげるから。鈴谷。そうだな、仕方ねえから、その時はまた遊んでやるよ。俺らがついてることを忘れるなよ。彼方。だから胸を張って歩いていけ。大丈夫、お前ならできるよ。唇を噛み、彼女は必死に泣くのを耐えている。慰めてあげなきゃって僕は手を伸ばした。その時、それよりも早く彼方と鈴谷の手が彼女を抱きしめた。声を押し殺し、大粒の涙を流す彼女。そんな彼女をまるで兄弟のように慰める二人。幼馴染三人組の絆の強さを感じて、少し寂しくなると同時に、僕の彼女なのにってちょっとやきもちを焼いてしまう。だけど今日だけはぐっと我慢。これから先はいくらでも僕が慰めてあげられる。でも鈴谷と彼方はこれで最後なんだ。
私頑張るから、陽君と一緒に頑張るから。そう言って彼女は二人の元を離れて僕の隣に立った。その綺麗な笑顔に僕も微笑む。そして鈴谷と彼方に宣言した。彼女は絶対僕が守るから、だから鈴谷も彼方も心配しないで。心配なんてしてねえよ。ようになら任せられる。絶対こいつを幸せにしろよ。彼方。ああ、二人なら大丈夫だって信じてる。たまには連絡してくれよ。うん、メールも電話もする。鈴谷、彼方、ありがとう。私行ってくるね。2年前は僕一人で帰ったけど、今度は彼女も連れて行くよ。鈴谷、彼方、行ってきます。ああ、行ってらっしゃい。手をつないで僕たちは二人に背を向けた。一瞬振り返った時に見えた鈴谷と彼方の瞳には涙が浮かんでいた。二人も彼女と離れることになって寂しいんだ。それを我慢して見送ってくれた。その優しさに僕まで涙がこぼれそうになる。幸せにする。僕が絶対彼女を幸せにする。彼らから託された彼女を僕は絶対に傷つけたりしない。そう自分に強く誓った。窓側に座った彼女は外を見つめながらまた少し泣いた。あと数分したら飛行機は飛び立ってしまう。そうしたら本当にみんなに会えなくなるから。大丈夫だよ。そっと名前を呼んで肩を抱き寄せる。彼女は小さな声でごめんねとつぶやき、僕の肩へ顔をうつめた。君が泣き止むまでずっとこうしててあげる。優しく頭を撫でながら僕は窓の外を見た。きっとあそこで鈴谷と彼方が見送ってる。それを思ったら彼女は泣けてきたんだろう。彼女は僕と一緒に生きる道を選んだ。でもそのことで彼女には失うものがある。家族、鈴谷と彼方、そしてたくさんの友達。そんな人たちとのこれからの時間を彼女は失うんだ。18年間をそこで育ち触れ合った人たちもたくさんいる。それをいきなり失うのはとっても寂しいことだよね。それならその寂しさを僕が埋めてあげたい。大丈夫だよ。君は絶対に僕が守ってあげる。ずっと君のそばにいるから。僕のささやきに彼女は小さくうなずいた。大丈夫、心配しないで。お姫様を守るのは王子様の役目だ。僕はそのためだけに存在しているんだよ。父さんの言ってたあの絵本の終わり、僕はやっと思い出したんだ。遠い遠い昔、恋を取るか国を取るか選択を迫られた王子様がいました。王は言います。一つのことを貫くならば何かを犠牲にしなければいけない。大事なものを二つ抱えて歩くことなどできないのだからと。選択に迫られた王子様は愛おしい姫に会いに行きました。姫は言います。私ではなく国を取ってください。あなたの力を求めている人はたくさんいます。私はあなたを思っていられるだけで幸せです。
その方々のために力を使ってくださいと。次に王子様は母親である王妃に会いに行きました。王妃は言います。国ではなく姫を取りなさいと。いくらたくさんの人に愛されようとも、あなただけを見てくれる人がいなければ孤独になってしまう。だから息子よ、幸せにおなりなさい。ただ一人の男としてと。万人から愛され求められるか、たった一人から愛され求められるか、王子様の選択の時は迫ります。僕は何も犠牲にはしない。姫を愛することは国を愛することにつながり、国を愛することは姫を愛することにつながる。だから僕は命を懸けてどちらも愛します。そうして再会を果たした王子様と姫は二人一緒にずっとずっと幸せに暮らしました。おとぎ話だなんて言わないでね。君と僕なら叶えられる。結末は一つ。ハッピーエンドだよ。おとぎ話だって、君は笑うかな？きっと君も信じてくれる。春の遠い空が僕たちに願いをつないで、未来がまた一つ、また一つ、僕らに近づいてる。飛行機が大空へ向かって飛んでいく。その先にあるのは、たくさんの光り輝く未来。迷う時もあるし、立ち止まる時もある。けど、僕と君には、必ずハッピーエンドが訪れる。春を告げる淡い光と遠い空が、僕たちの願いをつなぐ。ね、知ってる？ん？何？夜降り注ぐような星たちの光があるのは、昼間の空や雲を輝かせるためなんだよ。僕の言葉を、彼女は真面目な顔をして聞いている。その姿が可愛くて、僕は小さく笑った。夜と昼は、お互いに支え合ってるんだ。そうなんだ。だからね、僕も君と、そんな関係になりたい。まだまだ上昇を続ける飛行機。その中で、僕は彼女の前髪を、そっとかき上げた。額にキスすると、彼女は顔を真っ赤にする。君は何度キスしても照れるんだね。でも、そんな君を見るのも好きなんだ。僕は君への誓いを何度でも唇に乗せて君に伝えるよ。だから、真っ赤になってもいいから、ちゃんと聞いててね。そして繋いだ手を離さずに、ずっと一緒にいよう。僕たち、ハッピーエンドに向かっていこうね。うん。大きくうなずく彼女に、そっと顔を近づける。愛してる。君だけをずっと。そっと、僕らは口づけを